皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。指導学園の学校情報、今日は私立の御殿場西高校、こちらを紹介します。御殿場西高校は普通科の高校です。定員は280名で、今年の入試の倍率 2.33 倍です。これは併願者も含んだ倍率なので、実際の倍率はもっと低くなっています。でコースは3つあって、特別選抜コース、こちらは国公立大学とか難関私立大学、これを現役で合格、それを目指すコースです。2つ目がフロンティア探究コース、こちらは2つあるんですけれど、進学選抜コース、こちらは大学進学と部活と、大学進学とボランティア活動、こちらを両立させて学習するコースになっています。でここにはオーストラリアの系列校などの留学プログラム、こういうものがあります。希望者だけですけど、でオーストラリアに留学する期間1年または3ヶ月これになっていて、そのオーストラリアでの高校での授業料ですね、こちらは特別にかからないようになっているそうです。なぜかっていうと、御殿場西高校の授業料を払っているわけですから、この授業料でオーストラリアの高校の授業料、留学先の授業料も賄える、こういう仕組みになっているそうです。それから2番の情報選抜、こちらは情報科目に特化した学習を行う、そういう、コースです。で未来探究コースですね、こちらは体験学習と基礎学力向上、こちらを目指すコースになっています。御殿場西高校の3つのコースですね、結構魅力的な部分もありました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。